記号 PR 記号開き括弧モスクワ杉尾直也閉じ括弧ウクライナの捜査当局は5日、ジョージア、グルジアの前大統領で、ウクライナの野党指導者、ミハイル・サーカシビリ氏、49を首都キエフの自宅で拘束した。ウクライナ保安庁は、犯罪組織に関与した疑いと発表したが、サーカシビリ氏の弁護士は、国家転覆容疑で拘束されたと語った。キエフからの報道によると、サーカシビリ氏を連行した捜査当局の車は野党支持者数百人に通行を阻止され立ち往生した。機動隊が出動し、支持者ともみ合いになった怪我人も出た模様だ。サーカシビリ氏は今年9月以降、ウクライナのポロシェンコ政権の腐敗を糾弾するデモを繰り返し、3日にもキエフ中心部の独立広場で約3000人を集めて反政府デモを開いていた。反ツユ、親欧米派として知られるサーカシビリ氏は、2003年のジョージアの政変、通称、バラ革命を主導し、翌年に大統領に就任した。だが、職権乱用罪などで訴追され、13年に米国に亡命。15年にポロシェンコ大統領からウクライナ国籍を授与され、南部オデッサ州知事に就任したが、昨年11月に辞任し、ポロシェンコ政権の腐敗ぶりを糾弾していた。